こんにちは。今日の講義は書籍、なぜか好かれる人の言い換え手帳についてです。私たち人間は日々様々な人々と関わり、会話をしながら生活しています。しかしその中で、なかなかうまく伝えられなかったり、間違った言い回しで相手を不快な気分にさせてしまったりすることも少なくありません。例えば、あんなこと言わなきゃよかったと後悔したり、本当は嫌だったのにうまく断れずに引き受けてしまったり、関係を築きたかったのにぎこちなくなって変な空気になってしまったりした経験は誰にでもあるのではないでしょうか。一方で、自然と嬉しい一言を言ってくれる人、会話が楽しくていつも笑顔になれる人、その人のためならとついつい助けてあげたくなる人もいるでしょう。彼らはなぜあんなにも人々から好かれるのでしょうか。その違いは言葉の使い方、つまり言い換えの力によるものなのです。豊富な語彙力や正しい言葉遣いももちろん大切ですが、本当に重要なのは、いつもの言葉を言い換えて伝えることなのです。この書籍の著者は、10年以上にわたって好かれる言い換えを研究し、書き溜めてきた言語のプロフェッショナルです。ラジオパーソナリティやセミナー講師、インフルエンサーとしても活躍し、つみきちの名でインスタグラムで言い換えを紹介するアカウントをフォロワー13万人、総閲覧数1億 PV 超えの人気ぶりです。そしてついにこの度、これまでの研究の集大成として、この一冊に全ての知見を凝縮したのです。本書には日常の様々な場面で使える実践的な言い換えが体系的に詳細に解説されています。第1章では挨拶の言い換え、第2章では感謝の言い換え、第3章では相手を褒める言い換え方を学びます。第4章で注意やフォローの仕方を、第5章で励ましの言葉を身につけた後は、第6章でお願いの言い換え、第7章でお断りの言い換え、第8章でお詫びの言い換えを学んでいきます。さらに第9章では会話をスムーズに弾ませる言い換え、第10章では気持ちをうまく伝える言い換え、そして第11章では質問への返し方や質問の仕方についての言い換えがまとめられているのです。本書に書かれた言い換えを実践すれば、きっと周りの人々から良い印象を持たれ、円滑なコミュニケーションが築けるようになるはずです。例えばお断りの際は、申し訳ございませんの件はではなく、大変申し訳ございませんがの件はどうしてもと言い換えるだけで、相手に配慮した言い回しになります。またこの書には筆者のフォロワーたちが考案した言い換えも多数紹介されています。インスタグラムの DM などで寄せられた13万人分の言い換えの知恵がこの一冊に凝縮されているのです。さあ皆さん、この書籍を手に取れば誰でも好かれる人へと一歩を踏み出せるでしょう。その鍵は相手の気持ちを思いやり、心に響く言葉で伝えることなのです。自分の気持ちを素直に表現しながらも、相手に不快感を与えずに気分よく会話できるよう言葉を言い換えていくのです。言葉には大きな力があり、上手に言い換えることで人生は確実に豊かになっていくはずです。この一冊を活用して、皆さんが人々から好かれ、素晴らしい人間関係を築いていけることを願っています。言葉には大きな力があります。単なる情報の伝達以上に、言葉は相手の心を動かし、人間関係を左右する重要な役割を果たします。特に日常会話の中で使われる言葉一つ一つが大きな影響を与えているのです。例えば、同じ内容を伝えたとしても、できない理由を説明せよというのと、できなかった理由を教えてくれますかというのでは、受け手の心理的な反応は全く異なります。前者の命令口調は相手を萎縮させ、反発心を引き起こしかねません。一方、後者の丁寧な言い回しなら、相手は気持ちを開いて率直に答えられるでしょう。このように、言葉を変えるだけで会話の流れ、人間関係、そして最終的な結果までもが変わってくるのです。お世辞にも丁寧とは言えない言葉で人を傷つけてしまえば、関係が損なわれてしまいます。しかし、相手の気持ちを大切にする言葉遣いをすれば、お互いを思いやる雰囲気が生まれ、良好な関係が築けるのではないでしょうか。まさにこの書籍の題名にもある通り、なぜか好かれる人とは、相手の立場に立って言葉を選び、配慮のこもった言い換えができる人なのです。決して高圧的な口調や相手を貶める言葉を使うことなく、寄り添うような穏やかな言い回しをするからこそ、
そうした人々は人々から好かれ、信頼されるのでしょう。言い換えの原点は、相手の気持ちを思いやる心にあります。そのためには、まず相手の立場に立って考えることが不可欠です。相手はどんな気持ちなのか、どんなことを望んでいるのか、何が不安なのかを想像し、そこから気持ちに寄り添った言葉を選ぶのです。そしてその上で、伝えたいことを分かりやすく、穏やかにまとめ直します。否定的な言い回しは避け、できるだけ肯定的な表現を心がけるのがコツです。言葉に品が備わり、相手を尊重した態度が伝わってくれば、会話は自然と良い方向に進むはずです。もちろん、個々の場面に応じて、言い換えの仕方は変わってきます。相手に気持ちを素直に伝えるだけの場面もあれば、デリケートに伝える必要がある場面もあるでしょう。重要なのは状況を的確に判断し、その都度最適な言い換えができることです。経験を重ねるごとに、適切な言い換えができるようになっていくはずです。このように、言い換えの技術を身につければ、人間関係がぐんと良くなっていくことでしょう。家族や友人、職場の同僚など、日々様々な人と関わる中で、お互いを思いやり尊重し合う関係性が生まれます。そうした円滑な人間関係は、自分自身の心の健康にもつながり、ストレスから解放されるでしょう。さらに、言い換えを実践することで、自分の気持ちを客観視し、よりよく整理する力も身につきます。うまく言葉にできずにモヤモヤしていた思いも、言い換えを通じて言語化できるようになるのです。それは自己を見つめ直す良い機会にもなり、自分自身の在り方を問い直すきっかけにもなるでしょう。このように言い換えには、人間関係を良好にし、自分自身の心の健康を保つ大切な役割があります。私たちは、言葉の力をうまく活用していくことで、より良い人生を送ることができるのです。一人一人が、配慮のこもった言葉遣いを心がけることが何より大切なのだと思います。そして最後に読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの心身の健康は何よりも大切だからです。健康で美しい体があってこそ、充実した人生を送ることができるのです。読書で知識を深めることも大切ですが、同時に自分の体調管理にも気を配ることが重要なのです。ライズアップ結果にコミットプライベートジムは、まさに健康的に痩せ、理想の体を手に入れるためのサービスです。専属トレーナーによるマンツーマントレーニングで、あなた専用のプログラムを作成してくれます。1日50分、週に2回のトレーニングで、無理な食事制限なしに、リバウンドしにくい体づくりができるのが特徴です。また、食生活やメンタルのマネージメントも言ってくれるので、心身ともに健康的なダイエットができます。完全個室のプライベートな空間で、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にもおすすめです。さらに、30日間無条件全額返金保証があるので、安心して利用できます。無料カウンセリングもあるので、まずは気軽に相談してみてください。ライズアップ結果にコミットプライベートジムは、ダイエットだけでなく健康管理にも特化したサービスです。専属トレーナーがあなたの体調や生活習慣を考慮して最適なプログラムを作成してくれます。無理な食事制限はなく、健康的に痩せることができるので、リバウンドの心配もありません。また、メンタルヘルスケアにも力を入れています。ストレスを感じずに続けられるトレーニングメニューやカウンセリングなどを通して心の健康もサポートしてくれます。健康的に痩せ、理想の体を手に入れるためには、読書で勉強するだけでなく美容と健康管理も大切です。ライズアップ結果にコミットプライベートジムは、そんなあなたの健康的な人生をサポートしてくれる素晴らしいサービスなのです。専属トレーナーによるマンツーマントレーニングで、あなた専用のプログラムを作成してくれます。1日50分、週に2回のトレーニングで、無理な食事制限なしに、リバウンドしにくい体づくりができるのが特徴です。また、食生活やメンタルのマネージメントも言ってくれるので、心身ともに健康的なダイエットができます。完全個室のプライベートな空間で、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にもおすすめです。さらに、30日間無条件全額返金保証があるので、安心して利用できます。無料カウンセリングもあるので、まずは気軽に相談してみてください。健康的に痩せ、理想の体を手に入れるためには、
読書で勉強するだけでなく、美容と健康管理も大切です。ライズアップ結果にコミットプライベートジムは、そんなあなたの健康的な人生をサポートしてくれる素晴らしいサービスなのです。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。